日本武道館武道学園の高橋飛鳥と申します。東京塚の山本のぞみです。学生の頃に比べてやっぱり体力とかスピードとかが落ちてしまってきているので、その分技術力を上げられるように、意識して練習してきました。一向生命からスピードに乗って技をしっかり決めてやっているので、そこに注目していただければと思います。組んで5年ぐらいになるんですけど、今年の大会で最後にしようと思っているので、関わってくださった方々への感謝の気持ちが結果で伝えられるように頑張りたいと思います。決めて頑張ります。